はい、今回、見せていただいてますピアノが UX の3ですね。この X シリーズ、私はね大好きなピアノで、非常にいい音が出ておりますね。響板なんかもいいのがついているような感じですね。はい、今回ピアノの方を、移動されるということで、この機会に、ちょっとまあ綺麗にしようかということでね、中の方もまず見せていただいてるんですけども、ちょっとハンマーの当たり具合とかね、そういうのもちょっと乱れてるところもありますので、この機会にきっちりと、直してしまってもいいのかなと思ったりもしておりますね。あと鍵盤の動きもね、ちょっとこう持ち上げると折りないというね、鍵盤ばかりですので、ちょっとこのバランスホールが硬いというね感じですね。で、あとちょっと虫食いの加減もちょっとあったんですけど、まあ鍵盤の横よりもそんなにでもないので、今回は、このね、鍵盤のブッシングクロスとかは交換しなくてもいいかもわかりませんね。ちょっと心配なのがね、このブライドテープ、この赤いところがね、ちょっと触るとかなり硬くなってるので、パリッと割れてしまうかもわからないですのでね。あ、やっぱり割れてます、割れてるとかありますね。これ雑音の元になるので、このブライドテープだけはちょっとね変えといた方がいいかもわかりませんね。その他はね、こういうハンマーの感覚とかね、ファイリングとか、うちの中古のね、ピアノをする要領で、調整すれば、この X シリーズの音はね、すごくいいので、ポテンシャルをね、引き出すためには、そういう調整もいいのかなと思ったりしておりますので、また見積もりの方を出させていただこうと思っております。はい、では、外装の方も取り付けてみたいと思いますね。はい、外装の方を取り付けてみました。やはりね、30年以上経ってきてますと、それなりに曇りというかね、そういうのもありますし、帳場の錆とかですね、こういうね奥まったとこなんかホコリも入ってますので、この機会にまあ綺麗にしていってもいいかなと思ったりしておりますね。まあ、大きな傷はないのでね、まあ、軽く磨くだけでもいいかなと思ったりもしますけど、まあ、せっかくですのでね、こういうヤマハの文字とか鍵のとことかね、ペダルなんかも顔が映るぐらいまでね、綺麗にしたいなと思ったりしておりますね。あとまあ移動の機械ですのでね、このプラスチックのね、これインシュレーター、これを耐震性のね、優れたゴムのインシュレーターに交換しておいてもいいのかなと思いますので、その辺もご提案させていただこうと思いますね。はい。本当にいいピアノですのでね、いろいろご提案させていただくのが楽しみなピアノですね。